暑いですね。なんか始めるのも緊張してきますわ。もうでも終わりかけですね、ここも。そうだね。まだ2、3時間。この前は変態仮面のとこに行ったんで、今日はレジェンド様に。なんか周りが静かだと自分たちも静かになっちゃいます。これなんで一回塗ったところもう一回塗ってるんですか？厚めをつけるために。一回白で塗るでしょ、下に。はい、2回塗って、これ3回目。あ、今3回目なんですか。すごいテッカテカですね。今日なんか塗りましたって感じのテッカテカさ、綺麗さが出てます。新築ってツヤないじゃん。それが今人気なんですか。ツヤがないのが人気だね。へえ。でもなんかツヤがあった方が塗ったかなってあれじゃないですか。丈夫は丈夫だよね、ツヤの方が。え、それなんか違うんですか。焼け石はあの純塗料じゃないんだよ。あ、だからちょっと落ちるんですか。うん、ちょっと。じゃあツヤなしが人気だけど、ツヤありのがいいってことですか。材料的にはね。へえ。手垣さんがちょっと手伝いに来てくれただけで、あと一人でやってるんですか、ここ。そうそう。めっちゃ大きくないですか、だって普通の家に比べたら。そんな、そんなですか。より大きい家が多い。浜田さん、一番苦手な現場とかあるんですか。苦手なのやっぱ和風の家かな。やっぱそれなんか寺木さんもあって言ってました。ああいう何こうの付属品がついてるんだから、ああいうのめっちゃ時間かかる。やることだらけみたいな。こういうさ、何軒のとこにこういう棒みたいな、桁みたいなあれとかついてるんだ。結構やりにくい。みんな和風がやりにくいんですね、塗装の方は。和風で途端なんてめっちゃかかる。へえ。みんな簡単に考えてる。ではなんか今時の家でもなんかちょっと変わった形の家とかあるじゃないですか、うん、そういうのは大丈夫なんですか。ごちゃごちゃしてるうちはやりにくいね、今時の家でも。養生、うん、がかかるの。あー、養生で時間取られるんですね。そういう家は。なんかそんな匂いしないんですね、今の塗装って。いや多分結構匂ったと思う。もう なんか鼻が慣れてしまったってだけですから、なんか全然匂い感じないんですけど、こんな近くにいても。狭いとここちょっと来たとさ、はい、このペンキの匂いが吸って、ここから出てくるの。あ、そう。めちゃくちゃ臭い。こういうのは塗りにくくないですか。塗りにくい。だって平らじゃないですもんね。ね、凸凹の上にさらに凸凹ですからね。浜野さん何年やってるんでしたっけ、塗装って。35年ね。俺は遅い子。大ベテランじゃないですか。寺岸さん15からって言ってましたね。浜田さん大学行かずにですからね。大学2年行って遠すぎてね。次がペンキやったもんで、アルバイトに行って。そうですね。自分に合うと思ったんですか、それは。うん、やっぱ楽しかったね。あ、だからやろうと思ったんですか。サラリーマンには向いてなかったね。一人でこうやってやってるの好きなんですか。うん、まあ何人かでやると聞いてこないですよ。確かに。じゃあ絶対サラリーマン向いてないじゃないですか。人に気を使うのやめなさい。確かに。俺も喫茶店で3年ぐらい毎年しょ。そうなんですか。でも接客ってなんか慣れてきたら楽しくないですか。うん、調理もできるんですか、うん、私も飲食店で働いてたはずなのに調理できないんですけど。すごい、めっちゃ綺麗じゃないですか。ちょっと、それもダメなんですかね。そんな絶対気づかんだろうってところでもそんなんなんですね、うん、でじゃあそう考えたら、なんかこの前グループで来てた写真の塗装屋さんもやばかったですよね。私が見ても汚いと思っちゃうぐらい汚かったですよ。まあ、こんなもんでいいでしょう、ね、上の方なんかバラしちゃったらお客さん見えんから、ね、確かに。そういうところで手に増やすゴールというか、はい、終了です、うん、え、終了ですか。しておりますかも。あ、だから私に降りろってことですね。なんかもう怖いんですけど、落ちそうですわ。もう終わりですか、塗る場所。
あとあれだ、トイとかも。それぐらいですか、もうあと。こういうのがダメってことですね。そうそう、こういうの直ししなきゃいけないってことね。でもそういう家たまにありません？直しをしてないんだね。しょうがないんじゃないんですね。直してないだけなんですね。見忘れとか。お客さんもそんなもんなのかってなっちゃうか。すごい、めっちゃ狭いですね。2軒のところを無理やり3軒建てるから。ああ、だからこんな狭くない。でも今そういう家が多いんですよね、多分。もう暑いですね。こんなんでよく毎日夏バテにもなるし、熱中症にもなるよって感じですよね。もうこんだけ暑い日に仕事して家帰ったらビールが最高に美味しいんですか。水風呂入って家帰って、もうほぼ完成ですね。なんか取れ高あるのかなってぐらい私たち喋ってないんですけど海も行きたいし川も行きたいし。昔毎年通ってたんだけどさ、子供が大きくなったもんね。もう行かなくなりました。息子の彼女ととか行かないですか。息子彼女いない。でも大学生だったら大学で出会いとかないんですか。あると思うけど、だって女子校の付属の大学だもんで。女子ばっかじゃないですか。じゃあそう、ハーレムだわや、待ってねえ。だってこの前金曜日七夕祭りも親子3人いたもん。ちょっと息子さん、お前21人もらってよ。ねえ、親と七夕祭り行かんだろう。確かにね。彼女かお前、それと行けえがや。興味ないんじゃないですか、女の人に。興味ないことないと思うけど興味なかったら困っちゃう。結婚したいとかもないとか、そういう話しないんですか。俺とはあんまりしない。嫁とはしてるみたいな。してるんだ。その子になんか同じ子に何回も告白して振られたとか言って。なんか一途なんじゃないですか。相当一途なんじゃないですか。いや俺とは似てないな俺惚れやすいんですかそんな女の子ばっか俺大学になって俺らの時代だったらもう母親だったら信じない今の男の子はやっぱおとなしいね。ねえ、だからちょっとずつ女の人が強くなってきちゃってるんじゃないですか。男の人が優しすぎて。そう言ってデートしても何やっていいかわからない。ねえ、うん、お家？あ、お昼食べに近いですか。ここから10分かかんない。めっちゃ近いじゃないですか。めっちゃ近い、ね、そういう現場ラッキーですよね。ラッキーラッキー。マジ暑いよ。やばい、座ってるだけで暑いって思う。これ接触例がないけど、ね、涼しくない。最近なんか日課がもう突っ張っちゃってもう吐きたくない。なんか少なくなってきてますよね。それもキラギシさんぐらいじゃないですか。キラギシさん珍しいね。タビまだ履いてるね。ねえ、タビでもいいんだけどね。あの滑らんし、昔丸太足場だったもんでさ、タビの方が良かったから。タビ裏が薄いんだわ。だってタビで熱いとこ屋根とか乗るとさ、うん、熱いもん足の裏。まあ薄いからそうなりますよね。やっぱ冬の方がいいね。ねえ、今度浜野さんが海行ってください。それ撮らせてください。いやだ、これはだらしないからいいじゃないですか。奥さんと息子と3人で海行ってみたもう休憩に入る時間ですね。また午後からですか。また午後からですか。じゃあ最後締めだけしてください。浜野さん一人でまた見てねって。はい、おいで。そう、見てたまえならあれしないんだよ。え、これからこの海行ってこれぐらいの海を初水着とか。あー、嫌ですよ